剣術とは、すなわち尊厳の形、意志の現れ。刀を持つ者の心は、性質を保ち、その人たちは雷のように素早く、氷のように凛しくある。
極限に達した時、ただ一振りするだけで決着がつく。それが母の言葉でした。かねてより異教の剣術を学びたかったのです。よろしければお手合わせ願いませんか。稲妻神里流太刀術免許開伝、神里綾香参ります。よろしくお願いします。